ランヘル・ラベロは、キューバのハバナ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。2010年の MLB ドラフト6巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ブリストル・ホワイトソックスで、プロデビュー。48試合に出場して打率。254、1本塁打。 21打点を記録した。2011年は、ルーキー級ブリストルと A 級カナポリス・インティミレーターズでプレーし、2球団合計で63試合に出場して打率、338、34打点に投塁を記録した。2012年は、A 級カナポリスでプレーし、76試合に出場して打率、292本塁が打39打点、 6盗塁を記録した。2013年は A 級カナポリスと A 級ウィンストン・セーラム・ダッシュでプレーし、2球団合計で101試合に出場して打率。299、4本塁打、62打点、5盗塁を記録した。2014年は A 級バーミングハム・バロンズでプレーし、133試合に出場して打率。三百九十本塁打。 66打点、10盗塁を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。トリプル A 級ナッシュビルサウンズ時代2014年12月9日に、ジェフサ・サマーチャ、マイケル・イノアとのトレードで、クリス・バシット、ジョシ・フェグリー、マーカス・セミエンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2015年は、ルーキー級アリゾナ・リーグ・アスレチックス、 AAQ、ミッドランドロックハウンズ、AAQ バーミングハムバロンズでプレーし、3球団合計で59試合に出場して打率、304、3本打、四42打点、1盗塁を記録した。2016年は、AAQ ナッシュビルでプレーし、106試合に出場して打率、262,8本打、五54打点、1盗塁を記録した。 オフの11月30日にリーフとなり12月2日にマイナー契約で再契約した2017年3月31日に自由契約となった2017年4月7日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだこの年は参加の AAA 級メンフィスレッドバーズでプレーし89試合に出場して打率3148本塁打 41打点、1盗塁を記録した。2018年もトリプル A 級メンフィスでプレーし、100試合に出場して打率。308、13本塁打、67打点を記録した。2019年も開幕をトリプル A 級メンフィスで迎えた。6月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは29試合に出場して打率、205、2本類打、7打点を記録した。2020年は13試合に出場して打率17、171、1本類打、6打点を記録した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年1月9日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。5月のマイナーリーグ開幕後より参加の AA、A、級オクラホマシティドジャースに所属している。ありがとうございます。